こんにちは、ひろこパンのひろこです。今日はこのお鍋を使ってパンを焼こうと思います。手作りパンといえば、手ごねでこうやってバンバン一生懸命こねて、立派なオーブンで焼くイメージがあると思うんですけども、実は我が家はオーブンがありません。電子レンジもトースターもないんですけど、いつもこのステンレスのお鍋に助けられてるんですが、今日はこのお鍋でどうやってパンを焼くかっていうところを一緒にシェアできたらなと思います。はい、今日の材料です。強力粉、ドライイースト、砂糖、塩、油、そして水。これは後でぬるま湯にした状態で使います。それでは作っていきます。フードプロセッサーに、こういう生地をこねる、ドゥーブレードがついているので、これをセットして、でここに強力粉を入れます。よいしょ。結構たくさん入りました。で、ここに粉もの、ドライイースト、そして砂糖を、塩入れます。でそこに油をカップに、いっぱいですね、万能カップ1杯分入れます。よいしょ。入れます。はい、そして蓋を閉めて回していきます。で回しながら、先ほど用意したお水、これ今40度、保温の40度で温めてあります。ぬるま湯になってます。で、回しながらここの穴から、だいたいカップ3杯から4杯ぐらい、様子を見ながら入れていきます。少しずつこうまとまってくるんですけども、様子を見ながら足していきます。これで OK です。これで、しばらく回していきます。はい、それでは 3,4 分経ちましたので開けたいと思います。こういう風に生地がこう触ってみてつるんとした感じ、ボソッとしてるともうちょっとこねるのが足りないので、もうちょっと追加して回してください。はい、で、クッキングシートをここの中に敷いて、次の工程はこれを発酵するんですけど、こうやって敷いて、よいしょ、じゃん。これちょっと思い切って、こういう風になった時はこうやって思い切ってください。で、ビュッてやれば取れますので、でこうちょっと外から中へってやっていくと、ほーら、ずいぶんバッチリ、ほらバッチリ。はい、でこれをここに入れて、で保温の55度で20分から25分、寒い季節だと25分ぐらいかかるかもしれません。夏だとこの室温というか鍋の外の温度が高いので20分ぐらいでいけるかなと、今日とりあえず20分で、はい、でちょっと足りなかったら追加するかもしれません。これ、今一次発酵、はい、膨らめ、はい、一次発酵の、20分が経過しました。ちょっと中を見てみようと思います。じゃん、すっごい膨らんでるで、これすごくないですか。でこれね、ピュッて入れた時に戻ってこない、この感じがOK です。バッチリ。やっぱり、今日はちょっと暖かい日なので、暖かい日は20分で OK ですね。はい、でこれを取り出しますね。で、はい、でちょっと空気を抜いて、ギュッギュッギュッと
ちょっとギュッギュッとやって、でこれを結構あったかい8等分にします。8等分目分量でいいですよ。よっ、こんな感じかな。で今から成形して、で成形して二次発酵に行きます。ここでじゃーん、バターが登場します。はい、じゃあこれ順番にやっていくんですけど、ちょっとこれ順番1個ずつ、はい、でこれをまずこういうのあるとちょっと便利かな。ギュ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 、ちょっとこれまな板が動く、こんな風に少し長細くしてください。長方形ぐらいに、長方形になるといいかもしれません。はい、で、ここにバターを1個入れて、でこうやってキュッキュッてキュッキュッてくっつけます。ここギューってバターが焼いてる間に流れ出ないように、ここしっかりとこうやってギューってくっつけておきます。でこっちもギュッとギュッと、こっち側もギュッとやっといて、はい、でこれをぐる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 っとカタツムリみたいに、でんかわいい、なんかでこの下を下向きにって感じで、はい、でこれをやります。よいしょよいしょ、そしてギュッギュッギュッグル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 、ここの切り方がジャンプ、はい、カタツムリちゃんたちが8つできました。で、ちょっとここからポイントなんですが、この、ソースパンにクッキングシートをもう一回敷くんですけど、さっきの一次発酵した時に使ったクッキングシートを取っておいて、これをまず折り曲げて、でここの底よりも2センチぐらい直径が小さい大きさにカットします。なのでこのぐらいかな、目安よ、まだ大きいかもしれない、あーでもいいかな、もうちょい広いかな、よいしょ、もうちょっと切って、こうしてちょっとちっちゃいでしょ、この底よりも、そうそう、こんな感じ、こんな感じにして、でここに、さっきの下の巻き終わりを壁につくような感じで、巻き終わりを壁につく感じで並べていきます。よっ、うん、こんな感じになります。はい、じゃあそれでは蓋を閉めて、保温のまた55度スタート、これもだいたい20分ぐらい、様子見て足りなかったらもうちょっと追加する感じで、よっ、二次発酵、いってらっしゃい。はい、それでは、55度で25分二次発酵が終了しました。はい、こんな感じにふっくらと膨らんでます。でここに油を塗って、あ、こういうのなかったら普通にスプーンとかで塗ればいいです。たまたまこれ100均たまたまあったんでちょっと使ってみます。使いたい、はい、そしたらここに中フライパンが登場します。なんとここに中フライパンを乗せて2で20分まず焼きます。
はい、2で20分経過しました。で、ちょっとここからが今日のメインイベントなんですが、よいしょ、こうやってこれをひっくり返します。せーの、こう、はい。で、これひっくり返した状態で今度は8で20分焼きます。鍋の中がどうなってるのか気になりますよね。ひっくり返ってここにくっついてるはずです。じゃあ20分待ちましょう。はい、20分経ちました。ではどうなってるか開けてみます。よいしょー、すごすごい焼けました。お鍋でこんな風に焼くことができます。じゃあこれをちょっとこのすぐ取り出すと熱いので、もうちょっと冷めてから取り出そうと思います。はい、じゃあ少し冷めてきたので、まだ熱いんですけど、ちょっと冷めてきたので取り出します。これすごい、でこういう細い先のペティナイフか、こういう先の細いもので一周して、はいはい、で、じゃん、よいしょー、よっ、できました。はい、焼き上がりました。じゃあこれをこういう風に、すごすごで、ちょっと手であれなんですが、よいしょ、じゃあみんなで食べたいと思います。どうぞ。よし、じゃあいただきます。食べて食べて。バターも今日は手作りしたので、バターもつけて食べてくださいね。ふわふわこのまま食べても美味しいし、美味しいし、バターもつけてみて、よいしょ、うん、美味しいやろ。おい、感じが、イエーイ、美味しいです。とステンレスの鍋で、あっという間にパンが焼けました。やってみたいと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあまたー。